ダークエンジェルは2000年10月から2002年まで放映されたアメリカ合衆国の SF テレビドラマシリーズ。エグゼクティブプロデューサーはチャールズ・エイグリーとジェームズ・キャメロンである。第1シーズンはパイロット版に当テレビドラマ史上最大の13億円を使うなどし、ホックスの歴代1位視聴率を取った。しかし、第2シーズンは911事件が起きるなど時期が悪く、 各戦争後の近未来の対立するに陣営という企画実現ができず、ミュータントたちが数多く登場する物語になった。人間体ジェネティックで独立国を作ることを暗示して、テレビシリーズは終わる。フォックス経営陣は火曜夜から金曜夜に移し、局地帯不振のゴールデンタイムの視聴率回復を狙ったが、裏で人気番組の最終シーズンの放映と重なって、 視聴率が低下して打ち切りとなり多くの謎を残した。小説版では第2シーズン以降のストーリーも綴られている。戦闘前夜スキンゲーム最終戦争2009年、ワイオミング州ジレットにある政府の国秘施設から12人の少年少女が脱走した。彼らは遺伝子操作によって生み出された特殊能力を持った人間であり、 最強の戦闘マシンとなるべく厳しい訓練を受けていた。脱走後の彼らの消息は不明となった。10年後、電磁波爆弾パルスによってアメリカは荒廃した貧乏町大国となり治安は悪化し混乱していた。政府は汚職や弾圧などの悪行を高度なテクノロジーを駆使していっていた。そんな中、19歳になったマックスはシアトルに移り住み、 昼は配達人として働き、夜は美術品を盗み出して金に換える生活をしながら、かつての仲間たちや彼女を助けてくれた女性の消息を追っていた。ある晩とあるビルの一室で高価な美術品を盗み出そうとしたマックスだったが、そこの住人ローガンに見つかってしまう。実はローガンは政府の悪事を暴く隠れたサイバージャーナリストだった。マックスの波外れた。 運動能力を見て、すぐさま秘密の施設との関連も知り得た。一方、マンティコアの司令官ライデッカーは脱走した子供たちを追っており、マックスの背後にも徐々に迫ってきていた。二人の最新テクノロジーと特殊能力を活かし、互いに協力して、巨悪と戦いながら、仲間の創作と世界の変革を開始する物語が始まることとなった。シーズン2では、 ウイルス感染により、マックスはローガンに接触できない事態となるが、かつての仲間がある時は、敵や味方となって登場し、真の自由を手に入れるための戦いに向かっていく。シーズン1は2002年7月8日から同年10月21日まで、テレビ朝日系にて毎週月曜20時 -2054 に放送。2002年11月4日から同じ時間に、 シーズン2の放送が始まるが、2002年12月2日の第5話をもって、ゴール電枠での放送を打ち切り、残りのエピソードは2003年1月25日から、同年3月31日にかけて、一部地域のみ、深夜ークで放送された。ありがとうございます。